妹との日常会話22連発行くわよ。お兄ちゃん、ここに頭乗せて。と、膝枕で耳掃除をしてくれたり。お兄ちゃん、今日はこれで良い。と、毎朝弁当作ってくれたり。お兄ちゃん、今日ここで寝る。と、俺の部屋で際どい格好で寝ちゃったり。お兄ちゃん、ここいい香りするでしょ。と、体や頭をくんかくんかさせてくれたり。そういう妹がいる俺はやはり妹税を納税すべきなのでしょうか。これはフクションです。妹を献上すべき。まだ起きてたの？ん？ああ、今日成人式なのに。スカイチーチ行くのだるいんだけど。一生に一回よ。昨日も今日も明日も一生に一回しかないじゃん。って誰か言ってた。おお、なかなかやるわねその人。まあ行くけど。行く前起こしてね。お兄ちゃんのスーツ姿が見たい。ダリー。起こしてよ、お兄ちゃんスーツ超似合うじゃん。似合ってんの？ちゃっかりスタイルだけは良いからね。ちょっと嬉しかった。あ、それロン。お前どこが初心者だよ、めちゃくちゃ強いじゃんか。お兄が弱すぎるだけ、さあ脱げ、脱げ。もうパンツだけなんですが。負けたら脱ぐってのはお兄が言い出したことだろ。はいはい脱ぎますよ。キャハハハ、お兄すっぱ、チンチン丸出しじゃん。妹の前ですっぱ、はは。妹と脱衣麻雀するエロゲってどこで売ってるの？今年で彼女いない歴何年だっけ？てんてんてん。祝30年かな？てんてんてん。ドンマイチェリー、兄ちゃんそんなキモくないよ。誰か紹介したいくらい。マジで？せめてあと10キロ落としてくれたらね。お兄、服買ってよ。働け。まだ中学生だもん。給料日まで待て。じゃあ買ってくれるの？にっこり。お前は兄貴からむしり取ることしか考えてないのか。は、まさか遠行でもして稼げとでも。ああもうわかったよ、買ってあげるから。わーい。もう寝るから自分の部屋行け。お兄の部屋で寝るの？はぁ、お兄大好き。なんか買ってやると言うといつもこうだな。お兄ちゃん4連休？有給ぶち込んでな。でも引っ越しだからゆっくりできんのよ。この時期に？新年を新天地で迎えたいみたいな。クリスマスはどうすんのよ。去年くらいから興味がなくなった。わらわら。お前暇なら来るか？暇じゃないけど。じゃあ女呼ぶから来るなよ。お兄ちゃんごめん、そんな無理しないで。かわいそうだから行ってやるよ。じゃあ手伝いよろしく。それが目当てなんでしょ。お前と二人で過ごせる休日が今から楽しみだよ。うん？両親不在の夜、お醤油取っておくれ。やだ。おかわり。自分でやれば？ごちそうさま、もう9時か。さあ借りてきた映画見るか。その前に洗い物。なぬ？作ったのは私なんだから当然後片付けは兄ちゃんでしょ。はい。さあお風呂に入ろ。あ、お湯入ってない。俺シャワーで済ませたから。兄ちゃんのことなんてどうでもいいよ。私のためにお湯入れておいてって頼んだのに。すまんすまん。憩いの時を返せ。まあまあ落ち着けよ。お湯溜まるまでこたつで一緒に映画でも見ようぜ。むむー。2時間後、オラ起きろ。映画終わったぞ。むにゃー。起こしても起きないからさっき代わりにお湯止めといたぞ。うん、あんがと。早く風呂入ってしまえ。うん、兄ちゃん、抱っこ。寝ぼけんな。大掃除終わった。ふぅ。あー、部屋が綺麗になってる。まあ、本気を出せばこんなもんよ。よく言うよ。というわけで俺は風呂に入る。ほいほい。風呂から出て部屋に戻ると今日せっかく干した布団で妹が俺のベッドで寝てた。俺のお日様を布団返せ。うわーあん。ふかふかの布団の代わりにふかふかの妹胸を味わえばオケ。お日様と妹の匂いとどっちがいいんだ。こたつに入ってぼーっとテレビを見ている妹。寒い、俺も入れさせて、と妹の隣に。きついよ、向こうに入ればいいじゃん。いいじゃん、お前がいた方があったかいし。好きにすれば。俺の足に妹の足が当たる。どうやら素足のようだ。こたつ布団をまくると、黒いミニスカート姿だった。このクソ寒いのにこんなの履いて信じらんねえ。いいじゃん別に。俺向こうに入ったら、パンツ見えちゃうじゃん。別に、お兄ちゃんに見られたってなんてことない。いちいち子にくたらしい物言いをする妹。じーっと妹の顔を凝視していると無性に顔にいたずらしたくなってきたんで、ほっぺたをつついてみる。ツンツン、ツンツン。なんだよー、テレビ見てんのにー、つつくな。マシュマロ見てー、面白い、あーって言ってみな。あー、妹の下唇に俺の人差し指を当てて上下に激しく振動させてみる。あーばばっぴゃびゃぶびゃぶぶぶべやびゃうぶぶどじっふど。キャハハハハハハ、超面白い。汚い、よだれが出ちゃったじゃん。お前だって楽しんでたように見えたけど。えへへ、面白いね、もっかいやって。こういう仲のいいじゃれ合いって、いない身には突き刺さるものがあるな。下の唇と下の口では意味が違う。
姫、いる？なんだ、うわ、酒くせえ。兄さんがいいもの買ってきてやったぞ。なにこれ、猫耳？ほら、つけてつけて。なんでこんなもの？つけて。てんてんてん。つけて。一回だけだかんな。ほら、どうよ？うん、似合ってる。こんなの似合っても嬉しくない。にゃんにゃんとか言ってみそ。はぁ？調子乗んなよ。言ってみそ。にゃんにゃん。もうええ。神聖のアホだな。妹に同意。アホ兄に付き合ってくれる寛大な妹に天使の属性を見た。兄貴、コンビニ行くから車出して。やだ。なんでよ、いいじゃんよ。この寒い時に外に出たかないっての。寒いから車で行くんだろ。寒いから外に出たくないという方が普通だろ。なんだよー、たまには兄らしいことしろよ。じゃあお前こそ、妹らしいことしてみろ。妹らしいことって？さあな、自分で考えろ。お兄ちゃんって呼んだらいいのか？ブー。なんで吹き出すんだよ。お前の口はそんな言葉も出せたのか。いや別に。ちょっと顔赤い。お兄ちゃん、今暇？今昼寝をしようと思って。どっか行こうよ。だから昼寝を。早くー。眠いんだけ。買い物に行きたい。母ちゃんと行けば？お母さん運転できないし。いや、お前が運転だろ。めんどくせえ。アホはほっといて寝る。昼夕ご飯はおごってあげるよ。まあ、もしあれだったら、行ってもいいかな。決まりー、お兄ちゃんの車出してね。なんで？ガスあんまりないんだもん、ハマーくん。俺だって給料日前なのにな。ケチくさいこと言うなよおっさん、早く行こ。静かだねー、快適だねー、お兄ちゃんの L くんは。なんだよ L くんって、ちゃんと飯おごれよ。わかってるってー、ケチくさいなー。うるせえ、うるせえよ、お前が行こうつったんだろうよ。快適、このカバシャ。カバシャ、ひどいな、お前だってあんな車持ってたら男が寄ってこねえよ。いいもん、別に、男なんか、この子がいればいいようだ。行き遅れたりして。いいじゃん別に、残ったらお兄ちゃんもらってよ。いやっす。いやっすか。ほなわしがもろうたるわい。いや、そこは俺がもらってみようか。いやいや、ここは俺が。待て待て、そこは俺だろ。おいおい、俺に決まってるだろ。おい、パンツ。え、俺、なんだそれ。だってパンツじゃん、パンイチじゃん。いや、そうだけど。パンイチがデフォじゃん。家ではね。パンツじゃん。パンツだけど、冬は靴下履いてますけど。おいパンツ、お前は変態さんですか？お兄ちゃんパフュームでノッチとかシユカとゴリラのどれが好き？ゴリラって言うな。で、誰が好きなのさ？ノッチ。お兄ちゃんは変態ね。ちょっと待て、そしたらカシユカならどうなる？ロリコン。ゴリラは？いい男。パフューム占いひどす。どうでもいいが変態ですねの方が興奮する。お、振り袖か。成人式用だよ。上から見るとウジ虫みたいな首巻きもやっぱあるのか。ひどい。ほれ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 、帯引っ張る。あれ、良いではないか良いではないか。おやめください。あんたたち何やってんの？お代官ごっこ。町娘ごっこ。まあ日本は平和だな。羨ましすぎて死にそう。スキンシップ図ろうとしてみた。異様な何やってんだ。いいから出てって関係ないでしょ。はは、俺もスキンシップ図ろうとしてみた。異様な何やってんだ、お尻をポン。キャー、いやー、何してんじゃ、あっちへ行け。この変態ドスケベ痴漢強姦巻き違いクソ親父。お母さーん、このド変態が私を手ごめにしようとしてる。お父さーん、助けてやー。ふぅ、照らしドス。家族会議開始。今時手ごめなんて言葉を知っていたことを褒めるべき。時代劇通なんだよ。妹が久々に帰省、通ても東京から横浜なんだけど。で、この本の山は何？私の蔵書。で、私は今日どこで寝ればいいわけ？和室があるやん。ふざけるな、お兄ちゃんのベッドをよこせ。そんな乱暴な口を聞く妹を持った覚えはありません。もう、お兄ちゃんのベッド使っちゃうからね。てんてんてん。燃えた？燃えた？キャラに似合わない。てりゃー。キックされたんだぜ。練習試合やと。おかえりー。おう。勝った？勝った。お兄ちゃん出た？おう、3回打席立って四球三振内野安打。四球ってどっか当たったの？大丈夫？いやデッドボールじゃなくてフォアボール。なんだ、チンプレイコープレイでデッドボールがチンチンに当たるやつあるよね。チンチンって。痛いだろうね。当たったことねえからわかんねえわ。当てようか？いやいやいや。急所に当てられた時の痛みは絶望ものだ。高校で2度経験した。じゃあまず、まんべんなく踏んでもらおうか。こうかな？そうだな、もうちょい右。ここ？そこ、そこをつま先で刺激頼む。グリグリ。うむ。みぃ、相変わらず硬いね。こら、お兄ちゃんと呼びなさい。はいはいお兄ちゃん。少
少し重いな。お前太ったんじゃないか？ええー。いてて。妹は2000円の足踏みマッサージ場です。背中から腰にかけて効きます。では、うちにも派遣してもらおうか。お、俺は1万円払ってもいいからお腹から太ももあたりまで。ミニスカでやっていただくとおいくらでしょうか？くえ？パク。ほれ？パク。ん？パク。はい？パク。あん。もぐもぐ。あん。てんてんてん。あんして、あん。パク、もぐ、もぐ。いっぱい食べた、うまかった。うまかった、寝る。もう少し起きて薬飲みなよ。やっと熱下がった。ありがとう妹。妹の口調が徐々にデレに移行してるように感じるんだが、俺何か悪い病気なのかな。ヒットポイント回復するなら傷薬と包力で。ご機嫌じゃん。何作ってんだ？牛丼、いっぱい作ったから食うか？牛丼なんて吉野家にでも行けばいつでも食えるだろうに。吉野家は味薄くてダメだわ。どれ味見させてみ。ほれ、あーん。うまいやないか。にゅっふ、これでミーは牛丼食いたくなったら、あたしに頭下げるしかなくなったな。いや、別に吉野家でもうまいし。やふん。にゅっふ、とか、釣りだろ、釣りだよな、かわいいです、嫁にください。おい、なんでお前がここにいる？だってお腹空いたんだもん。お邪魔してます。かっこ妹のルームメイト。ああ、こんばんは。つーかお前に合鍵渡してたっけ？お母さんから借りて合鍵作った。ありえねえ。ねえ、お腹空いたんだけど。冷蔵庫の中に材料なら入ってんだろ。作ってえ？わら。意味わからん。で、お兄チャーハン卵スープ作らされた俺。あ、エビスあんじゃん。のものもう。わら。お前は第三のビールでもおとなしく飲んでろ。いいじゃん、ねえ。わらわら。俺のエビスが。ゲイマイ漫才見て楽しそうなルームメイト萌え。可愛い妹ちゃんとの日常会話はどうだったかしら？ということで今回はこれで終わりにするわね。おしまい。